はい、今日は西葛西に来ました。何をするんですか？西葛西は東京のインドタウンなので、そこでちょっとショッピングしたいと思います。はい、バイバイ。はい、着きました。今日店舗1個目はスーパーです。では行きたいと思います。なんか種種ばっか、全部豆。見たことない。これもよくあるよね。普通の形になったら欲しい。変わったりするかな。神様のステッカー。ワン？ワンじゃないよ。米？大丈夫。ベビーラーメン。ベビーラーメン。インドのスパイスと食材 TMVS フード着いた。イエーイ。そうだね、さっき今より体感が。はい、では行きたいと思います。あ、すごいディスプレイが綺麗。さっきより広いね。マサラチャイ。あ、買おうかな。マサラチャイ買おうかな。バレンタインはこれかな。そうだよ、これをあげたら誰とも被らないね。このショーケース、これね、甘いこんにゃくもあるよ。すっごい可愛いね。ほらほらほら、すごいね。なんかこんなに可愛い店を想像しなかったわ。はい、のんちゃんからスイーツのコメントをいただいているので、私から説明したいと思います。まずはリンゴから。全部脳天を突きつけるような甘さのほんのりスパイシーな練り切りとのことです。そして次はドーナツ。中にじゅわじゅわに激甘シロップが染み込んだココナッツ風味のドーナツ。とにかく甘いとのこと。そ
しておじさんがおすすめだったカップのやつ、カルダモン風味のチーズケーキっぽい味、これが一番美味しかった。一番甘さ控えめ。そしてラストがこのエンパナーダみたいなやつ、餃子。ちょっとスパイシーなナッツとヌーガーが入った揚げ餃子、甘いということでした。総評、とっても甘くてほんのりスパイシー、コーヒーが非常に進むお菓子たちです。辛いカレーの後に食べたらいいのかもしれません。ということで、とにかく甘いが渋滞とのことでした。現場からは以上です。が好きだった人はライクとコメントシェアよろしくお願いします。じゃあまたの動画でね、バイバイ。